このチャンネルはマニアックなビーズを中心にお話をしております。ビーズのことをもっと知りたいという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、どうも、ビーズ専門解説の厚地です。今日はね、ホテルの中でもずっと動画撮ってるんですけども、というわけでね、今日の動画はですね、以前僕のコメント欄でライブ参戦した時のエピックナイトの話をしてほしいっていうコメントをいただきまして、今日させていただこうかなと思うんですが、僕はエピックナイト公演で2公演行ってまして、サンドーム福井の2日目と名古屋ドームの2日目行ってるんですけども、まあ、よくよく考えたら名古屋ドームって映像化になってるんでね、もう映像見た方が多分分かると思ったんで、今日はね最初の方にあった、サンドーム福井公演についてしたいと思います。開催日がですね、3月の22日、エピックナイトツアーの、アリーナ公演の1公演目がこの、サンドーム福井だったんですね。で、僕はその2日目に、行っております。まずね、サンドーム福井について、語りたいんですけども、いいですか。まあ、サンドーム福井っていうのは福井県にありまして、鯖江駅っていうね、駅のが最寄りになるんですけど、まあ、鯖江駅から結構遠いっす。そして、鯖江駅がめちゃめちゃちっちゃいっす。サンドーム福井が大体1万人ぐらい入るのかな。のキャパではないですね。ただそのサンドーム福井って何がいいかって、まず見やすいんですよ、どの席でも。だから普段名古屋ドームとかで僕慣れちゃってるんで、そのサンドーム福井ってちょっと一回りちっちゃいんですね。でどの席からでもよく見えます。もう一個いいところがあって、音がね格段にいいです。でこれはね、なかなかその、まあ、僕みたいな素人では違いがわからないと思ってたんですけども、普段そのドームとかで耳が慣れちゃってるんですけどもね、そんな僕が行くとですね、めちゃめちゃ音の良さにびっくりします。でね、確かこれエピックナイトツアーが始まる前の、なんか確か稲葉さんと福山さんでラジオかなんかで対談したじゃないですか。確か福山さんのラジオで。で、その時に福山さんがそのツアースケジュールを見て、あれ、稲葉さんこれ、サンドーム福井あるじゃないですか。いいっすよね、あそこの会場。音ほんといいっすね、みたいな。そうなんですよ、みたいな。会話がね、あったりするぐらいね、いい会場なんでね。ぜひ、チケットを取る時には、サンドーム福井もちょっと一つのね、視野に入れていただければと思います。それではですね、セットリストがですね、こちらなんですが、ドーム公演に比べたらちょっと曲数が少ないのかな、ゼロとかやってないですもんね。1曲目がドームだとですね、レッドから始まるんですけども、このアリーナ公演までは、宇宙天からスタートした。宇宙天の始まりなんですけども、なんかね、スネークなんとかっていう曲で SE がかかってて、で途中でそれが、ね、サポートメンバーが入ってきて、で一緒に演奏していくっていう、ちょっと曲名が思い出せない、どうしよう。ごめんなさい、ちょっと思い出せないんですけど、なんかね、よく聞く洋楽の、SE に合わせて、サポートメンバーが演奏していって、で、それが終わったら、宇宙天の、イントロが出て、稲葉さんと松本さんがそれぞれ、普通に登場です。ドーム公演だと、稲葉さんなんかね、何色、あれ、黒って言っていいのかな、黒と茶色の中間ぐらいのね、上下ジャケット着てたんですけども、この時はね、なんかね、赤の、ライダーズジャケットみたいなやつ、羽織ってました。でその下にネクタイとワイシャツかな。ワイシャツがね、ちょっとね、微妙に覚えてないんですけど、なんかね、おしゃれなワイシャツを着てたような気がします。で、下は黒の革パンでしたね。はい、で、宇宙天から始まりまして、ノーエクスキューズ。で、この時から、ドームだけだと思われてる方も多いと思うんですけど、もうちょっとやらせてくださいっていう時に、映る女性いるじゃないですか。この時から、ちゃんとね、会場で、ちゃんとその可愛い女性を事前にスタッフがピックアップして、映し出してました。で3曲目、ビーズのライブジムにようこそ。この演出も普通だったんですけど、この後 U&I じゃなくてあまりにもでしたね。そうだからね、この、アリーナになるとね、曲が、ね、減るんですよね、ビーズってね。で、まあ、アルバムの曲をやっていって、で僕の時はね、Don't Leave Me をやってましたね。その後に、ベースのバリーさんが、ステージの上に一人でポツンと立ってて、で、カウベル持ってるんですよね。で、稲葉さんが横から出てきて、バリーさん、それを鳴らしてください。カウベルをカンって鳴らすっていう、じゃあもう一回バリーさんちょっと鳴らしてみてくださいって時に、なんかバリーさんがねフェイクでね、なんかね鳴らさなかったんですよ。そしたら稲葉さんが笑顔で「おい真面目にやれよ」って突っ込んでました。まあそんな余興があって、でその後バリーさんが、カン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 って鳴らして、そのままブロインが始まるっていうね、これ確かドームにない演出だったんですよね。でこれドームの時はやっとカットされてるんですけど、この時にクラスメイトやってますね。モニターを白黒にして、メンバーを映すって演出だったかな。で、マン・オブ・ザ・マッチ。まあ、この時もね、ほんと盛り上がりました。熱き鼓動の果てで。これのね、ドーム以上にね、このサンドーム含む時はね、熱き鼓動の最初の、熱き鼓動の果てに。から始まるじゃないですか。
このアーがですね、めちゃめちゃ声出ててかっこよかったんですよ。この時のね、アーはめちゃめちゃ出てましたね。で、12曲目、ベビーオーマイホーム。これもね、稲葉さん座って歌ってたのかな。これ僕の記憶が正しければなんですけど、最初になんかその決まった場所に座ってたんですけど、観客の人から見えないって言われて、あれ 見えませんかって普通に会話しだして、ちょっと座る位置をね変えてたっていう、可愛いな稲葉さんと思いました。で、その後ホームやって、ウルトラソウルスイマーよで、ゴーファーザーワンフレーズ弾いて、でそしたらその間にね、ステージの両サイド そのモニタースクリーンがですね上に上がっていくんですけども、で、その次バーンなんですけど、バーンの時に火柱が上がるっていう演出がありましたね。これドームだと確か車落ちてましたよね。で、17曲目ラスベガス、盛り上がりました。ラスベガスというか、ラスベガスは本当にライブ化けする曲だなって改めて思いましたね。で、18曲目エピックで、これもかっこよかった。で、アンコールで、19曲目、一部と全部で、最後愛の爆弾で終了です。ドーム公演だと大体2時間半ぐらいライブやったんですけど、このアリーナだと本当ちょうど丸2時間でした。で、この愛の爆弾が終わった後に、まあ、まだその音源化されてませんけど、自由の代償が流れて終わりっていうね、まあ、とにかくね、そのサバ駅が混むんで、実は僕は愛の爆弾が終わる直前に会場ダッシュで出て行ってしまったんですよ。帰れなくなるのが嫌だったんで、翌日仕事だったんで。福井から名古屋に帰るのには、白鷺っていうね、電車があるんですけども、それに乗って帰るんですが、金沢から乗ってきたおばあちゃんの隣に僕たまたまポツンと座って、おばあちゃんがですね、なんで今日こんな人多いのって言われて、実はですねと、今日ここのサバエのサンドーム福井っていう会場にビーズっていうバンドがコンサートやってましたと、だから今日こんな多いんですよって言ったら、おばあちゃんがですね、こんなに手芸すんのっていうツッコミをされたのが、本当に懐かしくていい思い出です。でその後ね、結局おばあちゃんとは仲良くなってですねビーズの曲でとりあえずラブファントムって曲あるから、おばあちゃん一回聴いてみてねって言って、最後は前原でね、さよならしたのは本当に、懐かしい思い出です。はい、というわけでね、今日はね、エピックナイトツアー、インサンドーム福井についてね、お話しさせていただきましたが、この公演に行かれた方いらっしゃいますか？もしね、行かれた方いらっしゃったらですね、ぜひコメント欄に、記載いただければと思います。またアリーナ公演でね行かれて、他のなんかそのちょっとご当地ネタみたいなことがあるんだったら、ぜひねそれも書いていただいたら、板が盛り上がりますんで、ぜひよろしくお願いします。それでは最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではさよなら。今から飲み行ってきます。